こんにちは、高橋です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか昨日に引き続き今日も会えて、本当に嬉しいです。えー、おかげさまで僕も元気ですと。さて、実はさっきね、一回動画収録して、25分、こう、熱弁をしたところ、音声が入ってなくて、撮り直してます。ガビーンって感じですね。今日ちょっとこの後、外出する用事があるんですけども、ちょっと押してしまってるんで、 10分ぐらいでね、あの、まあ、刻んでいきたいなと思います。今日はですね、まあ、夢をね語、語ろうというかね、夢をね、諦めずに叶えていきましょうっていう話の、うん、本当と、取っかかりです。その、叶うわけないよみたいなね、全然そこに遠くても、叶う夢もあるので、うん、叶えていき,行きましょうじゃないですかっていう話の、本当と、とっかかりとして、えー、僕はですね、 あの高校生の時にロック歌手になりたいなと思っていてでまあ広い意味で捉えると音楽に携わって生きていきたいなと思ってそれ今はねできてるんですよね6年この仕事をやっておりますあの16年間サラリーマンエンジニアと二足のわらじで音楽やってきましたけどあの、まあ、6年前独立して。 えー、それからは、まあ「グレレ一本」でやってるんですねこれはどうなんだって思ってる人いるかと思うんですよ、まあ長くね両方やってたんでそれがイメージ定着してる人もいるかと思うんですが、まあ、今はねそっちのなんていうんですかねあの会社員はやってないですねうんなのでそのロック歌手になりたいっていうその時はねその音楽に携わりたいの イメージモデルがロック歌手が一番多分ピンときてたわけでそれが今はあの、まあ、ウクレレを、まあ、演奏したり教えたりという仕事の音楽に携わって生きていけるのでそこでの夢ってかな、まあ、っちゃったんですねありがたいことに本当に皆さんのおかげっていうか、まあ、本当師匠のおかげ両親のおかげ、えー、応援してくださってるくださったくださってる皆さんのおかげなんですけども。 えー、そんなわけで、うん、音楽に携わって生きていくっていう時にまあねその諦める要因というかどうせその音題出てねえしとかね <laughs> そういうのいくらでも上がると思うんですよねあのどっかのね教室の認定とかもらってないしとか全然僕ないですからそんなのないし、えー、音大どころか僕理系ですからねしかも数学が全然苦手というね <laughs> めちゃくちゃなんですけどうん音楽に至ってはね小学校のテストで二十何点っていうのをもらったことありますねあの全く分からなくて書けなくてカンニングして二十何点<笑>,笑っちゃいますよねうんそ,のそして学校で僕が優秀だったわけでもないですあの小学校1年生の参観日に母親が来てこの子はもうちょっと あの将来私の手がずっとかかるかもしれないと覚悟を決めたた子供だったんですよねまあなんとかそこはねあの親の手がかからないような状態に今はまあ慣れてるのでまあ自分で思うようにやれてるわけですけどもまあかなりね覚悟を決めたぐらいあの迷惑と <laughs> 迷惑というかうんまあ1年生ってあの 早生まれか遅生まれで結構ね違いますけどねでもあのー、成績良かった瞬間っていうのはまあもちろんあるんですけど、まあ、非常に少ないですねどの小中高大学も含めて優秀な成績と認められる瞬間って、まあ、なくはないんですけど非常に短いと <laughs> なんかね瞬間的に次をクリアするところだけこう何とかやるって感じで まあ大学も行きましたけどねあまあなんかねへこみまくりですよね発表とかやっぱできなくて下手で下手というかねやり方をちゃんと勉強しできてなかったんでうんまあ全然分かってないよとかってみんなの前でね先生にこう言われて卒論とかね発表とかあるんですけどもこう言いたいことはやっぱ言えなくてダメ出しされるともうなんかシュンってなっちゃうんですよね まあ今こうウクレレの話だったらね、いくらでもこう、なんぼでも言いたいこと言えるんですけど、うん。なんとかじゃねえかとか言われて、はい、すいませんって言って、こう、チーンって終わっちゃって <laughs>、やることやってるのに言えないっていうね、自信なかったんですよね。まあ、好きじゃないこととかでやっぱ力が出ないタイプというかね。で、再々提出、再々発表みたいな春休みなしみたいな。みんな遊んでるところで、なんかパソコンに向かってるみたいな。 学生生活だったし会社になった当初もねひどかったですねあの報告書書いてって言われて出張行って報告書書いたら真っ赤カンになって戻ってきてあのなんかいろいろ書いてあるねそういうの指示みたいなのに従って書いて出したらまた真っ赤カンになって戻ってきてあの優しい上司だったんですけど最初もう頭かき虫ってどうしたらいいんだっつって <laughs> なってましたからねうん大変でしたね で発表もやっぱそんな感じであの「そのどうなんだ?」とかねこう聞かれるとそのアドリブは今でもそんな得意じゃないですけどその場であの聞かれてる真の意図みたいなところをねあの汲み取ることが非常に苦手で,でその人にこの人はこういうふうに言って。 伝わるるととかかってい言い方とかを考える習慣もできてなかった要はね訓練できてなかったので、まあ、全然発表とか報告とかねダメで <laughs> ダメすぎて飛ばされて移動になってみたいな感じ、えー、だったわけでそ,そのダメすぎたからまあいっぱい伸びしろがあって <laughs> 勉強すればねいろいろできるようになったっていうのが。 ありましたけどそれって結局あの森先生に出会えたからっていうのは非常に強くて、あのーまあ、高校生の時にハーブ太田さんウクレレの神様の VHS のビデオとか買ってたんですけど全然ね見ても何やってるか分かんなくてこういう演奏はやっぱ天才的な演奏は僕にはできないんだと思ってたんですけど森先生習ったらできちゃ,きちゃったというかねまあリズムですよねあまず理解できて。 理解できたらどうやって練習すればいいかっていうのが分かるようになってでだんだんそれが自分も人に聞いてもらえるようになったな,なんかねちゃんとしたことをちゃんと学んでいけばできるようになるんだっていうのはね、えーまあ、そこでまあ強い印象というかね変わったわけですねだからまあ会社で作文もやり方を勉強して やるし報告は最後まであんまりうまくなかったですけどもそれもまあそれなりにあのどうやったら伝わるんだみたいなことをね勉強してですね、まあ、仕事もいろいろだから課題がね困難が出てくるわけですよね人をどうやって動いてもらうかとか、うん、そういうのもまあどうやったらみたいなのも、まあ、勉強する癖がついたんですねその学べばねできるようになるので、まあ、そこが一番大きかったんでしょうね師匠に出会って。 学べばできるようになるよっていう根本的なことがスパーンって入ったんでなので別にもともとできるとかってことはほとんど何もなかったですがまあ16年まあね本当に企業ってね無理難題を与えてくるのでそ,そこで結構まともに取り組んでいたので <laughs> いろんなことを勉強させてもらってそれをですね今こののウクレレのまあ お伝えの仕方ですかねレッスンに全部これをノウハウというかねいろんな熱意も込めてやってるからどんどんねみんな上手くなっちゃってあの技術が上手くなることも当たり前ですからね僕のレッスンでは、うん、あのかなりばらつき少ないと思いますね、うん、これもエンジニアリング的にやってるので標準化とかもねまあしっかりやってるのでそういうレッスン や,やれているしでもそこにとどまるわけではなくて、まあ、よく出てくる伊藤さんとかですねオンラインで中国の中国に彼赴任してた時にオンラインレッスン始めて一緒にでまああっちでフェスの演奏したりとかですねその近場の若,若い人たちにもうレッスンしてったりとかね帰れる時には個人彼のソロコンサート開いてもらったりとかね、まあ、そ,そういう。 何でしょう演奏が上手くなるだけではなくて本当にその喜んでもらえる演奏を伝えていくわけですよねうん喜んでもらえる演奏をするとまあみんな楽しいからハッピーだからね来てよ弾いてよ一緒に楽しもうよってやっぱ生活変わっていくわけですよねでこれって何かっていうとやっぱ森先生のところに僕初めてレッスンに行った時に「あなたには」まあみんなに教えてますけど「あなたにも」ですけどね「あなたには」 世界のどこで弾いても恥ずかしくない喜んでもらえる演奏を教えますって言われてあそうなんだと思ってでまあまあ全くその通りになりましたよねうんまあ社会人16年社会人はまあ今でも社会人か会社員16年やって、まあ、前半はねそんな仕事になるようなことは全くなかったんですけどまあ日々その師匠に教えてもらう技術を身につける修行の日々みたいな感じでしたけどねでそれがやっぱり後でね役に立つんですね どうかなと思ってねニューヨーク行って、まあ、路上とかオープンマイクで弾いたらめちゃウケるし、うん、その後もそういうところに遊びに行っているうちに友達がバンバンできてねあの最後数年か6年間ぐらいは結構あの10カ国以上フェス演奏を出してもらったりとかね、えー、ホールのコンサートを開いてもらったりとかね本当に皆さん喜んでくれるからそういうことが起きると。 そういう演奏を身につけたんで今度はその演奏皆さんができるように、えー、なってもらうのが楽しいなということで今主にそういう活動をしてるわけですよね。うんえー、というわけでか、うんまあ、全くその音楽家家庭なんかでもないし <laughs> ものすごい教養豊かな家でもなく商売人ですからね商売人ですわねご飯屋さんです。 うん、まあその田舎のねそんな両親の,そのおじいさんおばあさんまで行くとみんな農家とかですからね普通のまあ一般庶民でピアノがたまたま家にあったけど1年半で一切練習しませんでしたからね1週間に1回先生来て蓋開けて弾いて閉じたら次先生来る時まで弾かなかった <laughs> 音楽のテスト24点26点そカンニングして。 音楽、仮面ライダーの歌とかをね、お風呂で歌うぐらいしかね、<laughs> 生活に音楽はなかった。うん。まあ、何やってもダメでみたいな感じですね。そんな感じでも、うん、今こうやって、えー、音楽を、まあ、ウクレレを使って、音楽をどうみんなと楽しめるかっていうことをお伝えさせていただいて、で、生徒さんのね、 あの生活まで変わっていくと、うん、母親ぐらいの、ね、年の生徒さん、ね、いましてね、えー「本当は何十年来こういう演奏がしたかった活動がしたかったんです」ってこないで、ね、あの間ね教えてもらいましたけど、うんえーまあ、何年もいろんなところのレッスン受けたけど、まあ、思うような。 うん、ことはでできなかったんですけども、まあ、コロナでちょうどいろいろ全部シャットダウンしてしまったんで僕のオンラインレッスンじゃ受けますと、うん、75の後期高齢者になったのをきっかけにみたいな感じでね受けてくださって、えー、なんか旦那さんにもそれまではそのサークルの活動とかやってても自分のための音楽ができてないんじゃないかとか言われてたみたいですけどでご本人も自分で曰く。 あの夫の後をこそこそついていくような感じだったっていうんですけど今はですねそのサークルの慰問の演奏とかのアンコールが来たらあなたソロ弾きなさいよみたいな弾いてくださいよみたいな感じでね言われたりと、うん、まあそれもね最初は恥ずかしいみたいなのあったみたいですけど、まあ、全くなくて <laughs> バンバン弾けるみたいなところもあったりと幼馴染の友達があなたの ウクレレは聞きたくないと素人の演奏聴きたくないって言ってた友達がその演奏変わったことで、あのー、そこもね見る目が変わって、えー、じゃあ今度あの、あのー、この演奏会やりなさいっていうことでフラの人とこう引き合わせてくれてフラとウクレレのコンサートをやったみたいですよね。野外でやるっていうんでその野外の場所の、ま、オーナーともつな、ね、げてくれてみたいな感じで、まあ、協力してくれてるわけですよね。 そ,うまあ、その音楽はあのその方々の中にやっぱあったわけで、えー、そ,そこをね可能性っていうか力は皆さん持ってるものなんだけどもそれを引き出すように僕はまあお手伝いをしているということなわけでございますと <laughs> まあまあだからその,その音楽の特別な学校とか行かなくてもなんか認定とかなくても、まあ、関係ないと。 やる,やることやればねあのできるよということでね、うん、まあしかるべき人に僕の場合はに百パに100%森先生森先生の本当おかげですよね先生に、まあ、習ったことと、まあ、自分でその後勉強したことあるんですけどそれまではねやっぱやったらできるっていう感じはやっぱなかったんですけどちゃんとした、まあ、レッスンを受けてやると実際やっぱ自分が弾けるようになって、まあ、そっからですよねやればできるんだっていう。 感じで、いろんなことをね、必要に応じて、まあ、そう、会社生活って、ね、必要がいっぱいね、押し寄せてくるんで、それをいちいち真面目にやってって、うん、まあ、いろんなことがね、学べたので、それも、なんかまとめていくと、今、こういうね、レッスンができるようになったというね、まあ、全部うまくつながってるもんだとね、今、思います。はい。<laughs> というわけで、あの、やることをやればね、あの、本当に、 何ですかねあの叶う夢は叶うということなので一緒にね僕も今後の夢もあの語っていこうと思ってますので一緒にねその叶えていきましょうはいありがとうございますありがとうございます続きますよ